短命券返上。こんにちは、佐藤博道です。体を操ると書いて体操です。体操や運動を通じて動き作り、体作りを一緒にしていきましょう。親子で楽しく、お家で簡単にできる体操を博道お兄さんに教えてもらいます。博道お兄さんと一緒に体操。今週も博道お兄さんに来てもらいました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日の体操を教えてください。はい、今日はですね、もうやっぱり休みの時とかってゴロゴロしたいじゃないですか。したいです、はい、じゃあせっかくゴロゴロするんでしたら、はい、そのゴロゴロをちょっとトレーニングにできないかなと思って。なるんですか、ゴロゴロが、ね、トレーニングにしたいなと思ってます。はい、寝転んでゴロゴロしながら健康作り。家でやっぱりこう、ゴロ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 ってしてるじゃないですか。はい、はい、でもこれ回ってる時って自然と床に頭がぶつからないように上げてません？上げてますね。え、はい、これで、ね、ゴロゴロする遊びをすることによって、実は子供たちって怪我の予防してるんですよ。自然と頭を守るように、床にぶつけないようにちゃんと工夫してるんですよね。はい、はい、なのでこのゴロゴロ遊びって実は怪我の予防につながるんです。頭を守るという、はいはいはい、ぜひちょっとゴロゴロしてみてください。します。わっちもゴロゴロ、はい、頭を守って、はい、知らないうちにゴロゴロ、はい、やっぱり床にぶつけないように工夫してますよね。はい、はい、頭を上げてますね。ですね。なのでゴロゴロ遊びって実はすごく大事なんですよってことなんですね。はい、はい、なのでぜひね、お家のお父さんお母さんもですね、子供たちと一緒に自然と頭を守るゴロゴロ遊びっていうのをやっていただきたいです。これは体のトレーニングにもつながるんですか？ですね。じゃあさらにトレーニングにしていきたいと思います。はい、はい、続いては応用編。ゴロゴロしながら筋力トレーニングをします。今は手も足も床についてました。はい、はい、今度は手も足も床につかないようにブラブラブラ、おつかないようによ、はい、ブラブラでブラブラ、はい、腹筋使いますね。腹筋ゴロゴロなのに腹筋と背筋使ってます。はい、はい、じゃあ繰り返しますよ。じゃあ1回目、それよいしょ、はい戻って、よっほっほっ、もう一度ほっ、手と足しっかり床につけないように、はい、もうかれこれ10回ぐらいやってますけどね。やってます。よいしょ、よっよいしょどうですか？ゴロゴロ遊びだと思っていたのにだいぶ動きましたね。腹筋とそして背中も使います。もう今結構パンパンですね。パンパンです。はい、ちょっと工夫するだけでゴロゴロ遊びがトレーニング変わりますから、はい、これはぜひお家の中でお父さん中心にですね頑張っていただきたいと思います。ぜひ続けてみてください。